玉ちゃんお願いします。はい、はい、じゃあ玉ちゃんって言います。どうぞよろしくお願いします。まあ、初めましての人はね、ああやっぱりクマだなみたいな感じで見てくれるのがちょうどいいんですけど、まあ私その初めましての人がいらっしゃるんで、まあ、何やってるやつなんだっていうところからちょっとお話しさせていただくと、今大分県国東市っていうところで、農業をやってます。でもその農業をやってるっていうのがメインの仕事かって聞かれるとどうなんだろうみたいな感じ、メインの仕事っていうのがよくわからないぐらい、まあたくさんの種類の仕事をしてる人間です。だから紹介するのが超大変。あの世の中に喋る人いっぱいいるね、講演家の方いっぱいいる。で紹介するの超簡単。だって喋るテーマ決まってるからね。例えば教育のスペシャリストとか環境のスペシャリストとかね、人権のスペシャリストとか、大概喋る人ってスペシャリストなの。深掘りする人だって普通の人深掘りできないからね。深掘りするっていうのは力がいるので、普通の人はなかなか深掘りできないから、深掘りした話が聞きたいわね。どんな世界になっとるんやろうって。だから専門家の話を聞きたがるということは、皆さんの前にやってくる人はほとんどが専門家なのね。一般ピーポーが目の前に来るわけないでしょ。だってね、お金払ってさ、そこら辺のおじちゃんが、俺なんか田んぼ耕してたんだけどなんか呼ばれてきちゃったよみたいなことないわけよ。やけど私はスペシャリストの側ではないのよ。側ではないの。まあ言えば全部中途半端かな、ね、中途半端かなねって思いますけど、人よりもちょっとたくさん経験した、その経験の幅で人が集まるタイプの講演家なの。結構珍しい、そういうのはね。まあ経験した量や幅で人が集まるタイプの講演家だと思ってください。いろんなことやってんのだから。農業だけじゃないの。お話もやってるし、筆文字も書いてるし、なんだろう、その他もろもろ、まあやってって言われた仕事は喜んでて、やってます。だから正体不明なんで講師紹介が非常に難しい、ね、だけどこうやって人が集まるって不思議よね。不思議だわ。もう不思議としか言いようがないのよ。そのさ、皆さんと、まあ、何回も来てくださってる方もいっぱいいるのよ、この会場の中にはね。で昨日も来たやんみたいな人もおるんよ、当たり前やけどね。やけどなんでこうやって集まるんやろって不思議に思ってた時代あったのよ。だって何も宣伝してないよ。で皆さんのところにメール打ちましたっけ。今日出雲でたまちゃんの講演会やりますけど、あなたにぜひ来ていただきたいんですけどみたいな連絡しました。いやしないよね。だって初めましてなんだからね、するはずないのに来てるの。これ不思議だよね。ね、みんなは誰かから呼ばれたから来てると思ってるよ。だよね。誰かからお誘いがあったから来ましたっていう人がほとんどよ、初めましてよね。いやなんかピンと感じてきましたとかいう人は 2,3 人しかいなかったわね。だいたい連れてこられるね。でも連れてこられるっつってもさ、断れるよね普通さ。何って、えなんか興味関心もねえし、いやーなんか顔見てるとなんか熊やしみたいな、ちょっとこれはこんなのにお金払っていけねえなみたいな思ったら断れるじゃんね。え明日あるんですけどいかがですか。いやちょっと明日は用事があってっていうのが普通の人じゃんね。ねえ、やけど来たのよね。それなんでやろうって考えたことある？皆さんが、皆さんの人生の中でこれはなんでこんな行動を取ってしまったんやろうって考えたことってありますか？ね、ないよね。人生って不思議の積み重ねでできてんのよ。なんでかわからないことの積み重ね、集まりで人生ってできてんの。それが楽しいなって思うのか苦しいなって思うかの違いだと思うね。楽しいなって思ってる人はどんどんご縁が広がっていく、すごい世界が広がっていく、人生って楽しいって思ってる。でも苦しいって思ってる人、なんで自分の思い通りにならないんだって、あれもこれも全部自分が思ってたことと違うって、なんで
他の人はなんか自分が思ったように成功してね、なんかどんどんビッグになって有名になって、あんなに脚光浴びてるのに、自分はどんなに努力しても自分の思うように人生が進まない、なんで自分の人生ってこんなに苦しいんだろうって思ってる。それだけの違いよね。人生って考えてもわからないことの集合体なんですよ。考えてもわからないことを悩んでるから苦しいんよ。たまちゃんは考えてもわからないことはやめたんよ。考えるの簡単やわ。考えてもわからんのになんで考える、おかしくね。考えてもわからんのよ、ね、ずっと考えたらわかるとかやったらさ、まだ考える価値あるかもしれんけどさ、いくら考えてもわからんのよこれ。え、なんでそこに縛られると、たまちゃんが言ったんじゃないよこれ。お釈迦様が言っちゃうんよこれを。2600年も前に言っちゃうんよ。やめろって。考えてもわかんねえことにとらわれるから人生って苦しいんぞって、諦めろやって2600年以上前に言われてんのよ。なんでまた苦しんでんの、2600年も経った人類、なんでまたこんなに苦しんでんの、おかしいよね。だからお釈迦様は言った、考えてもわからないことを考えてはいけないって。それが今言葉になって残ってるわ。それが不思議っていう言葉よ。不思議って漢字で書いてごらんなさいよ。思うことも話し合うこともできませんよっていう世界があるんだっていうことよ。これにとらわれるから苦しくなるよ人生ね。お釈迦様が言ったんよ、思っても議論してもね、出てこない、答えが出てこないものにこだわるな、とらわれるなって、手放せって言ってるのね。それを手放せない人が多いのだよね。たまちゃんも手放せなかった組だから気持ちが分かるのね。でもたまちゃんは途中で、まあ手放したのか無理やり手放させられたのかは分かりませんけど、気がついたらこうなってたんで、考えるのやめてんの。考えるのやめたら楽しいよ、別のこと考えられるから。いや本当よこれ。あのさ、まあ、今日は自己肯定で生きる、三ヶ条みたいなテーマで集まってますよね。でも当然喋りますけど、喋るけど、ほとんどの人ってその考えることにとらわれてんの。これ後でもまた触れますけど、もう先に言わんとたまちゃん忘れるから ね。何考えてると思う、ほとんどの人が考えてるの。何考えてるかっていうと、どうでもいいこと、どうでもいいことを考える。どうでもいいことって言うとちょっとざっくりしすぎてるよね。過去、自分の過去について考えてるの。あんま未来について考える人あんまいないの。たまにいるけど、将来が不安ですとか言ってね、いるけど、ほとんどの人は過去のこと考えてるの。そして何考えてるかって言ったら、あんなことやらんければよかった、あれやっとけばよかった、あの時ああやってたら今の人生変わってたかもしれないのにな、なんであの時ああやってできんかったのかな、あれやっときゃよかったってずっと思ってんのよ。これずっと繰り返してんの。これくよ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 考えてんのね。手放せって言ってんの。それお釈迦様手放せって言ってんのよ。たまちゃんが言うんだったらちょっと怪しいけどね、いやお前が言ったところで手放さねえよって思うかもしれんけど、お釈迦様が言ってんだから手放したらね、お釈迦様が言うんだったら手放してもいいかなみたいなね。あのさ、こんな話をのっけからするのもたまちゃんはどうかなと思う。しかも初めましての人がいる、初めましての人がいるのにちょっとたまちゃんがこういう喋り口で喋るのはどうかなと思うんですけど、あえて言わせていただくね。実は昨日も講演会があったの。昨日は別の会場で講演会があってね。で、そこはもうその初めましての人ほぼゼロね。もう来るなっていう連中ばっかり、なんで来るんだよみたいな、もう俺の話聞く必要ねえみたいなやつばっかり集まるわけ。しかも島根の人間なんて2人しかいないのよその会場にね。十何人もいるのに、あ全部県外よ、頭おかしいとしか思えないよね。もういらないっつってんのにっつって、だから口調が
ね、巣に戻る、もう生まれも育ちも上品だから、ね、俺はもう俺はとか言ってる時点でおかしいからね。だからさ、もう口がさ、ちょっと悪いんで、のっけからこんな話をするってどうかと思いますけど、誤解、しないでいただきたいんですけど、たまちゃんの目の前にやってくる人は幸せな人は来ないんですよ。これわかる？のけからこういう喋り方でどうかなと思いますけど、たまちゃんの目の前に幸せな人は来ない。いや、語弊を恐れずに言ってんのよ、今。あなたたちに喧嘩売ってんじゃないのよ。ね、幸せな、じゃあお前たちは不幸だよって言ってるんじゃないのよ。ちょっとその後の話聞いてね。ね、人生何も考えてない人は来ないの。来るわけないわ。ね、人生について何も考えてない人来るわけないわ。だよね。なんか考えてるから来るんよ。ヒントがあるかなとか。たまちゃんだったらどんな生き方してるんやろ。たまちゃんの生き方から何か自分のなんか生きる道しるべ見つかるかもしれないと思って来るんよ。そういう人が来るんよ。幸せな人来るわけないわ。だから俺はたくさんの不幸な人と出会ってんの。たまちゃんが言う不幸っていうのは、その、なんち言ったらいいんかな。よく言うドラマとかである何小公女セーラとか、ああいう感じの不幸とかじゃなくて、人生うまくいかないと思ってる人がたくさん集まるの。で、そういう人が相談に来るの。ね。話を。だって人生うまくいってる人が来るわけねえじゃん。ね。もう人生うまくいってる人は大概騙されてくるんよ。ね。動員がかかってごめんって、チケットあるから来てみたいな人はあるかもしれんけど、何か人生に課題を感じてる人が集まるの。人生に課題を感じてなかったら来ないの。ね。たまちゃんは今までもうかれこれもう10年以上こういう活動やってますけど、もう何万人何十万人と会ってきたの。そして何万人の相談を受けたの。たまちゃんは講演会で、今日もそうですけど、お昼から、たまちゃんの人生相談みたいなコーナーがある。まあそれを、宮中の、編集長の水谷森人さんがもう痛く気に入ってくれて、たまちゃんの相談やべえよみたいな、あれもう俺もう新聞に載せたくて前々から思ってたんだよみたいな感じで言ってくださったんで、いやもうそれは恐縮ですよって、それは載せてくださいっつって、今連載してるんですけど、その相談する人って、こんなこと言うのどうかと思いますけど、ね、幸せな人じゃないの、ね、こう人生に課題を抱えてくる人が相談に来るのよ。しかも数が尋常じゃない数来るんよ。だよね。そら十何年もやってれば何万人も集まるから。そしたらさ、うまくいかない人何万人も見てるんよ俺。うまくいかない人を何万人も見たら分かった。なんでうまくいかないのかが。さ、皆さんがさ、自分の人生うまくいかねえな、自分の人生なんかなんでこんなところでつまずくんやろなって思うことある？なんでなんでって悩んでも答え出ない。なんで？数が少ないからなんよ。調査する数が自分しかいないじゃん。うまくいかないサンプル標本自分しかいないじゃん。いくら見てもわかんねえわ。なんでも一緒。たくさん数見ると規則性や法則性が見えてくるんよ。で、たまちゃんは偶然にもそれが見えたんよ。何万人も相談してきたから、あ、同じだって思ったよ。同じとこでつまずいてるってね。それが今日のお話の中心ですね。こんな話でいいんですか？こんな話で大丈夫？いいの？喧嘩は売ってないよ、大丈夫？ね、便宜上言っただけで、別にあなたたちを不幸のどん底に落とし入れようとかいう話じゃないからね、これね。ね、皆さんが不幸だって言ってるわけじゃないのよ。課題を抱えてくる人が来る。ね、何万人もどうすればうまくいくんでしょうかっていう相談を受けて、分かった。うまくいかない人がよく使ってる言葉がある。うまくいかない人がよく口にしてる言葉があることに気づいたんよ。やべえって思ったよね。この言葉を
発したらやばいと思った。それから口にすることはなくなったの俺ね。それが聞きたい、聞きたいの。そっから先はちょっとやっぱ別料金かなすごいよ、うまくいかない人が無意識に口に出してる言葉何か、自己肯定、自己肯定だったのよ。自己肯定とか自己肯定感とかいう言葉を無意識のうちに発したり探したり本読んだりしてる人、全部うまくいかない人たちに共通しとったんよ。それがやべえち思ったわね。俺もだって自己肯定とか探しとった時代あったもんね。ね、どうすれば自分で自分を好きになりますかみたいな、なれますかみたいな感じで必死に勉強しとった時代あったよね。確かに不幸やったその頃。今さ考えることないわ、自己肯定とか考えることないわ、全くないわ。なんでやろうって思うよね。自己肯定って何かっていうのが分かんないと難しいよね。自己肯定って何って、自己肯定って、簡単な話の方がいい、難しい話の方がいい簡単な話でいいよね。ね、俺難しい話できないからね。俺はこれでいいんだ、これが自己肯定。俺はこれでいいんだ、私はこれでいいんだ、あのバカボンのパパが言ってる言葉、これでいいのだっていうのが自己肯定なんです。ちなみにあの天才バカボンってあれ哲学の漫画やからね、あれね、全部モデルがいるんやからね、あれね、調べるとびっくりするよ、ね、赤塚不二夫ってあれ哲学者やからね、あれね、ギャグ漫画家じゃないからね、うん、それであの手塚治虫が超嫉妬したんやからね、うん、哲学の深さに。まあそんな話は置いといてね、そんな俺の話よりも興味関心持ってもらったら困るのよ、ね、俺の話やっちゃうね今 ね。でさ、そのどこから話してればいいの、自己肯定って自分はこれでいいんだって思うことなんですけど、じゃあその自己肯定自己肯定って言ってる人はどんな人かっていうと、これで良くないって思ってる人たちなんよ。だよね、これでいいんだって思ったら自己肯定言わないよ、これで良くないよって。いや、俺は私はもっとやれるって思ってる人。ね。いや、俺や私はこんなんじゃないって。もっと輝けるって思ってるから、自己肯定を探ろうとするんよ。だよね。だって自分は輝いてるとかさ、自分はなんかたくさんの人から愛されてると思ったらさ、自己肯定とかいう言葉使うわけねえじゃん、ないじゃんね。自分がもっとやれるって思ってるから使うんよね。でもたくさんの人はその自己肯定とか言ってる人たちっていうのは、まあ自分探し始めるわ、まず素敵な自分がどっかいるってね、その素敵な自分に会いに行くみたいなことやるわね。やってる人周りにいるかもしれんよね。ね、でもその自己肯定自己肯定とか言って自分を好きになれないっていう人たちを、まあ、たくさん出会ってきたんで調べてみると、その人たちは自分のことを自己否定だと思ってるのね。ほとんど自己否定にとらわれてると思ってるの、人生悩んでる人。でも俺4万人見てきてるから分かるの、いやあなたは自己否定じゃないよって。だって自己否定の人見たことないんよね。皆さんは自己否定の人に会ってないんよまだ。自己否定の人って例えば何かを皆さんがやる、うまくいく時もあれば失敗する時もあるじゃん。失敗する、あの時ああやっとけば失敗しなかったのにって、なんで練習でうまくいったのにあそこでとちったんやって、あれさえやっとけばって、いらんことやりすぎたみたいなね、調子に乗りすぎてしくじったみたいな、あそこでもうちょっと平常心だったらって思うよね。でそれで自己否定だと思ってるのその人は。違うよ違うよ、本当の自己否定の人ってそんなこと思わないよ。失敗して、あの時あれやっとけば
とか思わないのよ自己否定って。自分が悪いって分かってるから、自分はダメなんだって確信してるから、何をやったってうまくいかないと思ってるから、自己否定の人たちは悩むことないよ、ダメで当たり前なんだから。勘違いしてるよね、ほとんどの人が勘違いしてんの。自己否定で苦しんでますとか言ってんの、してねえじゃんって、あれさえやればうまくいったのにって言ってるじゃん。自分はもっとやれるって自分で確信してるじゃんって、それのどこが自己否定なんよって、あなたは強烈な自己肯定やんって思った。自分がしくじってうまくいかねえ、なんであの時にって悩んでる人って強烈な自己肯定感に包まれてる人だったのよ。びっくりしたわそれ見つけた時、自己肯定の塊やんあなたって、なんでそれで自分を否定してる否定してるって苦しんでんのって、それは種類が違うからそれは苦しいわって。否定じゃないんよ、否定は疑問にすら思わないよね。あのさ、こんな例え話するとどうかなと思うけど、あのプール監視員みたいな人がおるじゃん、皆さんなったことあるかどうか知らんけどね。で、プールを見る、溺れてる人いないかな、溺れてる人いないかなって、俺らがさイメージする溺れそうな人ってちょっとイメージして、ほとんどみんな一緒じゃん、いや助けてバシャ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 ってやってるの思うじゃんね、溺れる人って。違う、全然違うよ。溺れる人って音もなくスーって沈んでいくんよ。それを見てるのよプール監視員、音もなく沈んでってるやついねえかみたいな。そんな漫画に書いたように助けてとか言ってる溺れるやついるわけねえんよ。でもそれと一緒のことやってんの、自己肯定っていう言葉にとらわれてる人ね、すでに自己肯定なのに気づいてないの、それで苦しむの、それでくよ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 悩んでんの、ああ、あの時ああやっときゃよかった、この時こうやっときゃよかったってずーっと思ってんのこれね。で、このさ、うまくいかない人がやってることって何かっていうと、まあ何かっていうと、うまくいかない人が考えてることって何かっていうと、もうほぼ決まってて過去の出来事なの。過去の出来事をずっと考えてんの。で、この過去の取り扱い方で人生は変わるんですよ。3パターンの過去の取り扱い方が3パターンの。一つは何か、忘れる。できない。できない。これできた人すごいわ、これ。できないわ、過去を忘れるなんて。ねえ、いくら忘れよう忘れようって振り払っても振り払っても来るんよ。ねえ、まるでなんかモンスターみたいに。やってくる、ね、忘れるっていうのが、過去の一番最上の取り扱い方なんやこれ。でもほとんどの人はできないよこれ、ね、じゃあ2番目のやり方、過去への向き合い方、2番目、生かすっていうやり方があるね。あの時ああやったから今度はこうやろう、あの時やりすぎたから今度はちょっと平常心で頑張ってみよう。これが生かすっていうやり方なんよ。ほとんどやれてないわ。これもやれてない。やればいいのに。やれてないんよ。そして3番目のことをみんなやってんのよ。3番目が何か、引きずるんよ。引きずるんよ。ずる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 引きずって生きてるわ。過去を。ずる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 引きずってるからいつまでもそれ見つめにいかんわ。まだついてくる、まだついてくるって、そればっかり見てるからそればっかり考えるようになるわ。いつまでもくよ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 くね。でもくよ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 って途中でそのくよくよの対象変わるのよ、ピヨって。だから違うのがくっついてくるから、うん、ま、なんか違うのが来た、またそれでくよ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 、また違うのがくっついてきた、くよ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 って、くよ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 しながら生きてんの。自己肯定自己肯定とか言ってる人たち、どう、全てね、そらそんだけ引きずったらそらくっついてくるわ、いらんもんまでね、磁石のようにペタ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 くっついてくるわ、いらんもんがどん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 くっついてくるわ、やめりゃええのに。
引きずるのをやめりゃええのに、いつまで過去見つめてんのね。見つめてるだけだからいつまでもくっついてくるんよ。さっさと第2段階に行けばいい。ずる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 くっついてる過去を生かしなさいよ、自分の人生で。今度はこうしよう、今度はパターン変えちゃおう、こうやったらうまくいくかな、こうやったらうまくいくかなって動きなさいよ。そしたら過去の扱い方がちょっとランクアップしますよね。そうするとやっぱり過去を生かそうとしても素人やからね、そら最初のよちよち歩きやからうまくいかんことの方が多いわね。こうやって失敗したから次こうやってみようと思ってやってもやっぱり失敗することの方が多いわ。だってまだ過去を生かし始めて時間経ってないんだから。でも諦めずにその過去を生かしてったらいつの間にか上手になるんよ。過去の生かし方が上手になってくるの。そうするとパターンが見えてくるんよ、数をこなすから。あ、これってこういうふうにやればうまくいったな、確かに、じゃあこういうふうに工夫してみようっていう考えが出てくる。あ、これ過去に何回もやってもどうしようもなかったな、これできる人に頼んじゃおうって甘えることができる。そうすると過去をどんどん活かせるようになってくるんよ。活かせるようになってくるといきなり人生がうまく回り始めるんよ。なんかやってることどんどんうまくいくって、うわすごいって、そして初めて気づくんよ、なんで自分って人生こんなにうまくいってるんやろうって。過去のおかげやったんよ。過去にうまくいかないことがいっぱいあって、それをあなたが見つめるだけじゃなくて生かしたから、だから人生うまくいった。でもそれはうまくいかなかった出来事のおかげだったんだって気づく瞬間が来るんよ、そこで。そしたらどうなる？初めて自分の過去にありがとうって言える瞬間が来るのよ。そうするとどうなるか、その過去きれいに消えてなくなります。忘れるね。これが自己肯定で楽しく生きる三箇条です。いい？自己肯定で楽しく生きる三箇条って過去との向き合い方、その過去を引きずってくよくよ考えてるから同じことを繰り返すよ。引きずるぐらいだったら見つめて生かしなさいよって。失敗を生かして人生を過ごしていくとやがてうまくいくコツが分かってくる。まるで逆上がりできなかったけど何回も何回もチャレンジしてね、なんかコツがつかめてきたぞ、ある時くるって回る、できた、一回くるって回ったらもう何回も回れる、何やったんやろあれ、うん、簡単にできてるって。自転車ね、最初乗れねえ、補助輪みたいなのつけてる、今補助輪やるのか知りませんけどね、補助輪つけてる、でも兄ちゃん姉ちゃんつけてねえね、もう外したいみたいなね、親に無理って外してもらう、すぐこける、ギャン泣きするね、な外すのが早いんだよみたいな、それでも諦めねえ、諦めないからね、どん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 やってるとある日突然乗れたみたいな瞬間が来る。もうそっからこけることなくなるんよ。だから過去を生かして生かしてコツつかんだらいきなり回り始める瞬間が来るんよ。自転車とか逆上がりとかで一緒。そうするとなんで悩んでたんやろっていうぐらいうまく回り始めるんよ。その見本がここにいます。その見本がここにいるのね。そうしたら俺ってすげえって、もう自己肯定とかいう言葉もすっかり忘れてんだよ、もうすげえって思ってるからね、何でもできるみたいな、でも何でもできるのなんでって思ったら全部自分の過去の苦しみだったのよ。それが自分を支えてたんだということに気づくの。自分はうまくいかなかった時期が長かった、長かった。
うまくいかなくさすぎて3度自分で自分の命を絶とうと思った。3度とも失敗したから今ここにおるんよ。俺はよかったって思うよね。ね、もう完璧主義者じゃなくてよかったんよ。完璧主義者やったら1回目で死んどるわやべみたいなね、よかったわーって不完全でって思ったけどね、死のうと思ったぐらいうまくいかなかった、ね、うまくいかなかった。簡単に言えばよ、簡単に言えば親友がいたね、その親友が新しい事業立ち上げるね、協力してもらえんやろかってね、こっち公務員ね、任せとけお前って、親友のお前の頼みやって、お前成功間違いなしやってね、保証人の欄にサインをする、保証人っていう意味も知らないから簡単にサインをするね、ある日その親友が突然いなくなるっていう分かりやすいパターンで、地獄に落ちるのよ俺ね、教員時代ね、うん、何をやってもうまくいかなかった。だってやってもやってもそいつの代わりに借金返さに行かんようになったんや。額で言えば2300万ぐらい、うん、もうさ払っても払っても返しきれないっていうのが分かるんよ。計算したら利子を払っても払っても利子だけで終わりやなって分かる。そうすると何のために生きてるんやろって思うわ。生きてる意味が見出せなくなる。そうすると世界から次々に消えていった色や音や匂いや感覚が自分の人生から次々に抜け落ちていったわ。これは経験したことがある人はね分かる世界だし、経験したことがない人は分からない世界だと思いますけど、そんな世界もあるんだなと思って聞いてくださいね。全く感情が動かなくなる。何にも感動できない。心が動かないんだからね。無表情。俺はその時に体験できたんよ、自己否定っていう本当の体験ができた。これが本当の自己否定なんだって今振り返ったら分かるんよ。何にも感じないの。音も匂いも色も感覚もない。何を食べても砂を噛んでるような感じ。もう景色が色がついてない。全部なんか砂嵐みたいな感じ。もうモノクロの世界。匂いも何にもしない。何食べても美味しくないから食べる気力もない。食べる気力もないからどんどん痩せ細っていく。そんな時代があったのよ、たまちゃんに。信じられないやろ。ね、その時代戻りたいなってちょっとだけ思ったわ。ね、ちょっとだけ思ったけど、ちょっとだけしか戻りたくねえなって。ね、戻って帰れなかったらもう絶対嫌みたいな感じで思うけどさ。でもその時にその体験できてよかったなって思った。うん、今はね。だってそいつ殺そうと思ったから、俺絶対探し出して殺してやろうと思った。そいつを殺してそのナイフで俺の心臓を突き抜いて終わろうって思った。いくら探しても出てこんかったわね。そのうちにどんどんお手や色や匂いが消えてって、ああもう自分は生きているだけでたくさんの人に迷惑をかけてしまうって思い込むようになっていった。あのさ、普通に考えたらさ、自分の命がなくなったらたくさんの人が幸せになるなんて思うはずないやん。ないよね。親にたくさん迷惑かけてさ、もうこれ以上俺が生きてたらたくさんの迷惑を親にかけてしまう。親にもうこれ以上迷惑かけたくないから、それができる一番の親孝行は俺が今すぐ死ぬことやって思ってたんや。その頃冷静に考えてよ、そんなわけねえじゃん。一番親が悲しむことやん。心が元気な時やったら普通に考えることできるんよ。やけど心が弱ってる時はその普通の考えはもうできないのよ。できないのよ。なんでそんな考えすんのって普通の人は言う。でももうできないのよ、心が弱ってるから。で、そいつ探して殺そうとしてできなかったけど、まあこっから先話すとさ、もうその午前の部終わっちゃうんでどうかなと思うんで、ちょっとはしょらせていただきますけどね、いろんな出会いがあって、
これもはしょりすぎやねこれね。まあいいかもね、まあ、いいか。いろんな出会いがあったんその後にね。でいろんな出会いがあってついに妻と出会った。でもはしょりすぎやねこれね。もうあなたたちもう1ミクロも出てこなかったよ今。出てこなかったよね。ねねえ妻が出てきたの。出てきたの。これはびっくりよね。ね。でさたくさんの人に。たまちゃん大好きって言ってもらえるようになったの。まあいろいろはしょってますけどね。その時に、妻と出会う。でその妻もさ大分の人やったんで俺宮崎の人やったんで接点ゼロよね。年も違うし接点全くないはずなのに出会うのよ。出会ってお話をした夏に、ちょっとだけお休みが自分取れたんで、大分に会いに行った、ね、なんでかっつったらその前にずっと宮崎に会いに来てくれてたの。自分のその当時筆文字セミナーっていうのを、やってたんですけどその筆文字セミナーにずっと来てくれてたの。だからいや夏休みぐらい俺行くよみたいな。まあ塾の先生やってて夏が一番忙しいのねやっぱ塾ってね、なんでたまちゃんに会いたいけど会えないんだみたいなメールを、送ってきてくれたんで行く行く俺が喜んで行くって言って行った。何の気なしにでお茶して帰ろうと思ったね。お茶して帰ろうと思っていろんな話をした。ふとお互いの過去の話になんのね。なんでその話になったのかちょっと覚えてないけどね。そしたらすごいよ。私の妻が私と同じような体験してたの。莫大な借金を背負ってそれを必死になって返して返す当てもなくなってどんどん世界から色や匂いが消えていって感情も湧かなくなってついに自己否定に陥って自分だからダメなんだって自分がやることは全部ダメなんだって何の感情も起きなかった体験を彼女もしてた。びっくりしたよねその時ね。いやだってその同じ体験をする人が目の前に現れると思ってもないから。だからドキドキしながら聞いてたよね。まるで自分の話を聞いてるような。その時思ったよね。あこの人と生きていけってことなんだと思った。でそれ聞いた1週間後に結婚しようっつって結婚した。不思議よね。ねロマンスでも何でもねえみたいな。ねでもさその時にふと思ったことがあった。俺ってたくさんの人に慕われてねその妻とも巡り会えて幸せな人生を過ごせている。なんでって思った。なんでやろ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 ずっと考えていったら最後たどり着いたんよその親友に。あいつが借金を俺に作って逃げたから今俺ここにいるんだって思えた。そしたらその時に考えてもいなかった感情が湧いてきたの。その時に初めて思ったんよ。あいつも辛かったんやって思ったの。あいつも辛かったやろうなこれでって。自分の人生かけてねえ会社立ち上げて一生懸命馬車馬のように頑張ってでもたまたまうまくいかずにどん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 やってもやってもうまくいかずに借金ばっかり膨れ上がっていって義理も果たせなくなってもうニッチもサッチもいかなくなって晩酌尽き果ててごめんって言いながらどっか行ったんやなって思ったらあいつもつらかったんやと思った。そん時に自分の憎しみとか怒りとかわだかまりぐる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 したものがさーって消えてなくなった。そして言えた。ありがとうって言えた。お前のおかげでいろんな経験を得て今こうやって生きることができてるって。今どこで何しようやろなって生きてりゃいいがなって思いながら今を過ごせてるのすごくないこれ。
殺そうと思ってたんよ。何が変わったん？何も変わってねえじゃん。外は自分の考え方が変わっただけじゃん。自分がたくさん失敗してうまくいかなかった、うまくいかないことをずっと引きずって生きてきた。全部人のせいにしてんだ。あいつのせいで、あいつのせいで、あいつのせいで転落劇を迎えるようになったんだって、何をやってもうまくいかないのはあいつのせいなんやって思ってた。そうやって生きてた自分が失敗を生かし始めた。こうやったらうまくいくんじゃないか、こうやったらうまくいくんじゃないか、やってみようやってみようってもがきながら苦しみながらやった。そしたら過去を生かすテクニックが身について突然うまくいくようになった。突然うまくいくようになったらたくさんの人が慕ってくれるようになった。でもその原因作ったのは逃げた友人やったんよ。自分は何か天からどでかいプレゼントが降ってきて、それで人生幸せになるもんと思ってた。もっと言えば生まれや育ちで幸せ決まると思ってたんよ。じゃあは例えばさ、俺らは日本に生まれ育ってさ、ねえ、そのこんなに外はさビュー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 さ雪降ってる中でもぬく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 しとるわねえ、そのな暖房か脂肪かよくわからんけどぬく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 しとるわね。やけどさ、寒さに震えながら生きてる子供たちもおるんよね。生まれや育ちが自分の幸せを決めるんやと思ってたよ。だって生まれや育ちが良かったらね、人生にたくさんの南風が吹いてるやんって思ったの。あったけえ風に包まれとるわって、幸せそうに生きてるわって、幸せそうに生きてるやつはいつもあったかい南風に包まれて生きてるわって、それに比べて俺は北風ばっかりの人生やったわって、冷てえ風しか吹いてこねえわって、あったけえ風なんか自分のところにやってきた試しなんかねえよって、冷たい北風に吹きさらされてそれでも必死に生きてた、そりゃあ幸せになれねえな、あったけ風が吹かねえもん幸せになれねえなって思ってた時代が長かった。長かった。やけど分かったわ、人を幸せにするのは南風ではなかったんよ。人を幸せにするのは北風の力やったんよ。そこに気づいてから人生は音を立てて変わった。これから先の人生に不安や迷いがなくなったんよ。自分を幸せに導いてくれる一番の力って北風やったんよ。人生で起こる苦しみや悲しみや涙、これが自分の一番の応援団長やったんよ。だから悲しみをこんにちはっていうセリフが出てくるんやなって思った。いつか自分も苦しみや悲しみや涙を笑顔で迎え入れることができる人生にたどり着けるかなって思いながら今を生きてる。いつか涙に笑顔でよう来たねって、いつか悲しみにこんにちはって笑顔で言える時が来るかもしれない、ね、そんな人生楽しかろうなって思う、ね、自分の過去は全て皆さんに与えられたかけがえのないプレゼントだったの。でもそのプレゼントの本当の価値に気づけないの、引きずってるから。だって箱も開けてないよ、箱も開けてないで引きずってるだけなんよ。でその箱メタメタになっていくわね、薄汚れて引きずるからね、みすぼらしくなっていくわ、開ける気もますますなくなるわね、いらんゴミを抱えて生きてるようなもんよ。開けてその箱開けて出てくるからね、そして開けてさ引きずってるから開けた中身も薄汚れてるかもしれんわ、磨いてね、磨いて大事にして輝くからね、それがたまちゃんが自分の人生から学んだことなんです。すごいよね、
そしてそれをたくさんの人に伝えて今こうやって生きてる、ね、自分はうまくいかなかったことがたくさんあったから、だから選ばれてない人間だと思ってた。選ばれた人間っていいなってね、大金持ちででかい家に住んでね、もうなんテレビやメディアにバンバン出て影響を与えまくってるね、いいなみたいな、選ばれてるよあいつらみたいなね。でもつくづく思うよね、俺も選ばれとった、俺にもたくさんのプレゼントが来た、そしてそのプレゼントに気づくことができた、よかった、気づけてよかった、時間かかったけどね、40年50年時間かかったけど気づけたのよ、よかったって思ったね。自分が受けた苦しみや悲しみや涙の全てが自分の心の中に染み込んでいく、そしてたくさんの時を経てその染み込んだ苦しみや悲しみや涙がやがて心の栄養分になって一本の木が育つ、自分の心の中に一本の木が育つ、やがて実をつける、ね、優しさの実っていう実をつける。自分の優しさって成功体験から来てるんじゃないよ、自分の優しさってうまくいった出来事から来てるんじゃないよ。あなた優しいね、あなたの笑顔あったかいねっていう人が皆さんの周りにいたとしたら、たくさんの苦しみや悲しみや涙とともに生きてきた人なんよ。そういう人たちが心の中に木が育って優しさという実をつける。その実自分で食べても美味しくないんよ。自分の心の中に優しさの実っていうのがなって、よかったって、この優しさの実食べたら美味しかろうな、食べてみる、味しない、大して香りもしない、全然美味しくない、なんでやろうって、自分で食べても全く美味しくない、でもたくさんなってるからもったいないなと思い始める。どん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 実がなるの、だってどん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 栄養分に変わっていくんだから、苦しみや悲しみや涙が大きければ多いほど、たくさんなって困ったな、誰かにあげよう、でもこれって大して美味しくないよね、大して美味しくないのを人に配るのもなって思うけど、でもめっちゃ困ってる人やったらひょっとしたら喜んで食べてくれるかもしれんな、ってめっちゃ困ってる人に優しさっていう身をあげる、涙を流して喜ぶ、こんな優しさ受けたことがないって、ありがとう、あなたのおかげで生きる希望が湧いてきましたって、自分の心の中の優しさの実は自分で食べたって味も香りもしないけど、その優しさの実を人に配って配ってプレゼントした時に初めて気づく、これが幸せだったんだって、これが幸せの味やったんやなって気づく時が来るんよ。自分はたくさんの挫折や失敗を経験して今心の中にたくさんの優しさの実がなってる、でもそのたくさんの優しさの実をたくさんの人に配って生きていこうと思う。皆さんもそういう人生だからこそここに来たんじゃないかなって思う。皆さんもきっと心の中に優しさの実をたくさん実らせてる人たちだと思いますよ。その実をたくさんの人に配って生きていったらどうですか。それがあなたたちの命の役目なのかもしれんよね。自分は不器用でよかったって思える日がきっと来ると思うよ。たまちゃんがそうだったようにね。ってな感じで今回予定していたお話は終わりでございます、ね、自己肯定で楽しく生きる三箇条、ね、以上ですが、こんなん出ましたけど玉チャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからも
たくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。